よかった。ビビった、ミラージュもノセノセしてんのな。ランやレイと一緒でノセノセしてる奴らは一人でいるより全然強いのです。得意技が変化する場合があるのも同じなの？もちろんなのです。いつもと同じだと思って甘く見てると痛い目を見るので気をつけるのですよ。ラヘイヘイ、踏まれる前に突っ込んだか。やったな。実力通り。
マジで行くぜ。バイ。ま、こんなもんだな。この洞窟でジェムカシとミラージュに手伝ってもらうといいのです。
みちみちと道ができた。はい、みちみち渡りましょうなのです。二人とも意味不明だから、みちみちみっちり話しましょうか。わっ、なんか負けた。山も敗北宣言するのです。先制成功。こんなもんだな。実力通り。かかってきな。
どうってことないって。やるしかないね。かかってきな。やったな。やりん。これで定期的に兜を叩いて形を整えないと調子が出ない。ありがとうであります。お礼にこれを。
たまに頭の中に湧いて出てくる説明って…探偵みたいに突然ひらめいてるのかと思ってたよ。残念ながらランにそんな素質はないのです。本当そうだよね。いや、二人してそんな心の底から残念そうに言わなくても。呼ばれるミラージュが張る結界のようなもので、
この場所そのものがとても強いミラージュに支配されてる証なのです。困ったことに、この中だと戦闘に負けた時に使っている強制機関は効かないのです。機関が効かん。うまいこと言うね、タマは。じゃあこの中に入るときは準備をしっかりした方がいいね。はい、なのです。旅の記録もおすすめなのです。なんじゃこりゃ！気をつけて！おお、ここに入り込むような物好きを見に来たのじゃが。ガキだっての。まあでもそもそも私らまだガキで間違ってないわよね。変わらぬようだな。なんで笑ってるんだ。ランがバカだからでしょ。まあそれはたまに置いといて。置いとくの。どこの棚。私たち知り合いだったみたいね。覚えてないわけですが。覚えておらんじゃと。お呼びがないと思ってたけど。ならば話は一つ。これまでの関係を仕切り直させてもらう。再び我らを従えたければ我ら三人に力を示せ。示せ。待て待て、お前も相変わらずせっかちじゃの。なんだラム。奴らをよく見ろ。だいぶ前と違うようじゃぞ。ほんと前よりずいぶんあれかもね。あれって何。ランを見ればね。仕方ないのです。あれか。だから何。そうね、なら私たちの中から一人くらいがちょうどいいかしら。ふん、そうじゃな。どれ、わしらの中から一人選ぶがいい。選ぶって何。相変わらず察しの悪いやつじゃ。今のあんたたちだと私たち三人相手は荷が重いってことよ。だからご親切に。どうも。さてと、じゃあだからって何。地獄の火炎を浴びさせてやる。
燃えてるのは向こうみたいだけど。
まあ今日はこんなところじゃろうな。ちょっとは楽しかったわよ。ずいぶんちっこくなっちまったな。ほっとけ、これから大きくなんだよ。ではまた会おう。またいつか会うとしようか。それじゃあね。あれ、これってガーデンジェム。いや、そこを聞いたんじゃないから。ああ、さっきのミラージュたちはジェム化していないので、彼らに属するミラージュをプレゼントしてくれたみたいなのです。なるほど、ちょっとだけ認めてくれたってことね。ネブラのミラージュは解放され、時に再び動き出す。じゃあバハムート軍の襲撃に備えて一旦コーネリアの町に戻ろう。入り口まで戻るのか。ナインウッドヒルにならすぐに戻れるのですよ。え？エリアのボスが消えた後ならその場所にリターンゲートを作れるのです。パンなのです。ここからナインウッズヒロに戻ってコーネリアの町に行けば近道ショートカットってやつだな。え、それは近道をさらにショートカットするのですか。まさか近道そのものをショートカットなのです。いや、もうそれ近道じゃなくなってると思うよ。補充するのも忘れないようにね。おーい、了解。そういえば
あのミラージュがくれる綺麗な石って、あ、それはミラストーンなのです。ミラージュの持つアビリティだけを分離させた石なのです。それを装備すれば、そのアビリティをレインとラーンも使えるようになるのです。なぜなぜしてるミラージュと組み合わせてうまく使うといいのです。知れない。チョコラッテのショップへ。Thank you.
そこで、ああ、歩くの面倒だなと思ってるあなた。お？俺？そう、怠け者のあなたですよ。誰が？どうしたの？いや、ちょっとしたお知らせなんですけどね。ふふふ、聞いて驚いてください。なんと、私、セラフィーちゃんはこのうつひるの要所要所に空洞を作りました。空洞？おお、言われてみれば腹が減ってきたな。早くその空洞のメニューを見せてくれ。はいはい、メニューはこちらです。本日の定食はモコモコステーキで。ちょっと、あんたがランに乗ったら話が脱線し続けるでしょ。え、そうですよ。え、マジ？そうなの？そうなんですかね。とっとと先に進め！まあ簡単に言えば近道。もっと俗な言い方をすると、メニューから一発で行きたい場所に行けるって感じです。はい。いや、俗な言い方とかないから。やっぱりフードメニューなんじゃ。腹減った。だからその話はもういいって。おー、フードメニューとフードメニューをかけてたんですね。さすがラン。お、オートモ。どっちも分かってなかったのかよ。ランとセラフィーをほっといたらいつまでも会話が先に進まないのです。よく分かったわ。何、姉ちゃん。
ワールド・オブ・ファイナル・ファンタジー。第4幕、光の戦士の伝説。とりあえずセーラ姫と話を。バハムート軍だ。もう来たのか。陣を敷いたということは、こちらとの決戦の準備に入ったということですね。どうしますか。こうなったら待ってても状況は悪くなるだけじゃね。なんならどうするの。ガツンと行くしかないでしょう。しかし今のコーネリアに正面からぶつかって勝てる戦力は、時間さえ稼いでくれればなんとかなるかも。え、俺らが後ろから敵のボスを落とす。大丈夫なのですか。まあ、ランってこう見えて意外と喧嘩慣れしてるんですよ。昔はもっとちっこくていじめられたせいでね。うっせえ、大体せは姉ちゃんも一緒だったろ。まあ、ちっこくてってのは半分冗談ですけど、いじめられてたのは本当なんです。こんな腕なので子供は気持ち悪かったんだと思います。でもこの腕ってお母さんと同じだったから、嫌だって思ったことはなかったよね。まあな。で、いじめられまくってたらんですけど、最初は泣いてばっか。でも私が鍛えた後は喧嘩になっても負け知らず。すごいですね。でもそれってすごく強くなったってわけじゃなくて、勝てない喧嘩をしなくなったってことなんです。そういう危険とか勝負事の嗅覚は意外とあったんですよね。ま、根が弱っちいからですけど。うせうせ。で、ラン、あいつらに私たちは勝てそうなの。楽勝じゃないだろうけど、ま、なんとかなると思うよ。だそうです。私たちを信用してみます。わかりました。どちらにしてもこのまま何もしなければ、このコーネリアは侵略されるのを待つだけです。やりましょう。予言に謳われるミラージュ使いを信じて。ランが喧嘩してた相手とか何も覚えてないのに、この記憶って一体。お前たちが予言のミラージュ使いだな。私はコーネリア第一兵団を率いる団長だ。作戦では先鋒を務めさせてもらう。すでに姫より話は聞いている。作戦開始は
お前たちの突入に合わせ、二人の準備ができ次第、始めてくれ。いつでも。